勝いたしました石川真司選手の入場です。優勝いたしました石川真司選手に今一度盛大な拍手をお願いいたします。優勝おめでとうございます。さあそれではただいまよりトランスバードトロフィー2018お盆特選の表彰式を取り行います。まずはトランスワード賞の贈呈です。株式会社トランスワード常務取締役橋本泰司様より贈呈されます。よろしくお願いいたします。まずは表彰状の贈呈です。はい、すみません。表彰状優勝石川真司殿、あなたはボートレース下関開催のトランスワードトロフィー2018お盆特選において当初の通り優秀な成績を収められましたので、ここに表彰します。平成30年8月11日株式会社トランスワード代表取締役寺田雅人、完全優勝おめでとうございます。おめでとうございます。続きましてトロフィーの贈呈です。おめでとうございます。続いては副賞が贈呈されます。おめでとうございます。おめでとうございます。最後に握手おめでとうございます。橋本様ありがとうございました。どうぞご覧ください。続きまして下関市長賞の贈呈です。下関市ボートレース事業管理者山田雄作より贈呈されます。山田管理者よろしくお願いいたします。優勝賞金の小切手150万円分が贈呈されます。おめでとうございます。山田管理者ありがとうございました。以上をもちまして表彰式を終了させていただきます。それではここで写真撮影のお時間とさせていただきますので、カメラや携帯電話をお持ちのお客様はどうぞ喜びの表情をお収めいただきたいと思います。そして石川選手にはトロフィーをお持ちいただきましょう。メディアの方も何か注文がありましたらお声掛けをお願いしたいと思います。メディアの方じゃなくて一般の方からの、ね、要望もありました。ありがとうございます。お子様もしっかりとスマートフォンで撮ってくださっております。撮れましたか。はい、将来の巨匠ですね。ありがとうございました。以上をもちまして写真撮影の時間終了とさせていただきたいと思います。さあそれでは優勝いたしました石川選手に喜びの声を聞いてまいりましょう。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。そして今節は10戦全勝の自身初のパーフェクト V も達成されました。はい、今のお気持ちはいかがですか。ゲロが出そうながら緊張しました。緊張しましたか。よかったです出なくて。はい、それではちょっとリプレイを見ながら振り返りたいと思いますので、はい、すみません、ステージの方端の方にですね、はい、移動をお願いしたいと思います。さあまず進入ですが枠なりの3対3、これはスタート展示通りとなりました。そうですね、はいはい、思ったところから起こしていきました。スタート展示と全く同じところから起こせました、はいはい、スタートタイミングコンマ1:1のトップスタートでした。はい、もうスタート展示と、ね、本当見え方も全く一緒ぐらいだったんで、はい、いけると思って、はい、はい、行きました。1マーク寺田選手は見えましたか。2がね、はい、多分まくってくるだろうと思って、予想してたんでね、あ、やっぱり来たって感じで、とりあえずはまらないようにと思って回りました、はい、しかしもうバックストレッチ後半ではもう独走体制に入りましたが、船足的には最終的には今日どうだったんですか。ちょっと、まあ、ピット離れがいらないんでと思って、まあ、ほんの気持ち止めてはいったんですけど、はい、まあ、よかったですね。やっぱり回り足は結構仕上がってました、はい、結構というかかなり仕上がってました、はい、もう納得の。そうですね、はい、はい、さあリプレイを見ていただきましたが、ちょっとセンターの方にお戻りいただきたいと思います、はい、もう少しちょっとお話お付き合いいただきましょう、はい、さあ10戦全勝でパーフェクト V がかかった一戦、
レース前の心境としては今ちょっとねゲロが出そうだったって言ってましたけれども、ボート乗るまではね全然普通の、あの優勝戦の感じで、ただ最近1号艇で勝ってなかったんで、そこだけはあのきっちり、はい、あのパーフェクトとかじゃなくて、あの1号艇でちゃんと優勝しようと思ってたんで、はい、そこだけは気合いっていうか、まあ集中していけたんですけど、ピット離れした瞬間からもうなんかもう本当に進入いかんいかんと思って、もうちょっととりあえず落ち着こうと思いながら、はい、どのあたりで優勝確信して落ち着かれました？あの今日はね、なんか2コーナーでみんな何回かね振り込むっていうシーンがあったんで、ちょっと今日2コーナー気をつけないとと思って、もうとりあえず2周じゃあ3周の2コーナー回るまでは本当丁寧に行こうと思って、まあ、そこ回ってからですかね、ああよかったと思って、はい、ゴールラインを通過した時にはどんなお気持ちでした？いや嬉しかったですね、本当ゲロが出そうだったです、はいはい、そして下関ナイターも初の優勝ということで、はい、嬉しいです、はい、まあ、ナイターレースの、ね、前場制覇もかかりますからね。そうですね、はい、とりあえず大村が始まる前にここを勝とうと思ってたんで、はい、よかったです、はいはい、さあこの後は10月のダービーまでもうちょっとね忙しい毎日が続きますが、はいはい、たくさんのお客様が最後まで残ってくださいましたので、最後にファンの皆様に一言メッセージをお願いいたします。はい、本当に空気読まずに福岡支部で優勝してしまいましたけど、本当に良かったです。また呼んでもらって下関走るときは精一杯連勝をどん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 続けていきます。頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。優勝おめでとうございました。ありがとうございました。さあそれでは優勝いたしました石川選手が退場いたしますので、どうぞ皆様祝福の盛大な盛大な拍手でお送りください。優勝石川慎司選手退場です。ありがとうございました。